あ、それは当然、これくらいのビッグプロジェクトになると、単純にビビったりとか、まあ、すごく緊張はしますよね。まあ、ただ、その数がすごく売れるゲームであるとか、その知名度の高いゲームであるっていうことよりも、僕の中でその大きかったのはやっぱり、まあ、今までの梅松さんの曲の存在なんですね。でこれに対して、まあ、おそらくその今までのファンの人たちっていうのは梅松さんの曲が自然に感じると思うんですけど、それに対して僕はどういうアプローチをしたらいいんだろうかっていうことに関してはやっぱり、まあ、悩みましたし、その一番最初に大概こういうふうなその数をたくさん曲を作らなければいけないプロジェクトを担当するときにはその、まあ、そのゲームのメインテーマを作るんですね。でそれ、まあ、そのゲームの世界観なりを象徴するようなそのメロディーを作るんですけど、やっぱそれのときには相当悩んでですね、ちょっとうちの中を軽く転がったりとか、そんな感じでこう出陣抜刀してたのは覚えています。時間軸がちゃんと決定してる、まあ、映画なりっていうのはそれに合わせたその音作りっていうのがそのかなり細かくできるんですけど、ゲームの場合はもっとターンが長いと思うんですよ。そのまあバッチリこう合わせられない代わりにその長い時間かけて、あとはいろんなことをゲーム中でやるわけですけど、その中でのその大まかな音作りであったり、その音を、まあ、メロディーにしても和音にしても、その全体的に見てそれをコントロールしていくことができると僕は思っているんですね。だそういうことはまあ、ゲーム音楽を作るときにはいつも意識していて、それは僕がこの仕事を始めたときからずっと追い求めているテーマではあるんですけど、まあ、それは一生懸命今でもやってますし試行錯誤をしてますね。その戦闘に重きを置くのか、それとも移動している場面に重きを置くのかっていうのはやっぱり最初にちょっと悩んだんですけど、まあ最終的にはその基本戦としては絵柄に合わせて、ただそのいつ戦闘が始まるかも分かんないし、もう実際その戦闘かもしれないですよね。ずっと立ち止まってるかもしれないし、なので基本的にはその何か起こるかもしれないっていうその雰囲気をずっと曲の中に残しながら、まあ、あとはその激しくなったり、あとはすごい静かになったりっていうその抑揚を全体的につけたような曲を書いてみました。イベントの曲っていうよりはフィールドの曲なんですけど、まあ、フィールドの曲に関してはさっき言った通り割合そのダイナミックスを持たせたような曲が多いんですね。で特に今回のゲームはそのあんまりその重い方向に行かないようにしようとしてたので、その何でしょう、戦闘してる場面にはちょっとそぐわないような結構美しい感じの、まあ、不思議系の曲もあったりとかしたんですね。でその中でセルビ大地で使われた曲があって、それは個人的にはすごい気に入っています。オープニングのムービーとあとはエンディングのムービーはその、まあ、生録でそのレコーディングミキシングをちゃんとできたのでプロロジック、まあ、ドルビー対応になってるんですね。ただゲームのほとんどの場面ではそのいわゆる内蔵音源と呼ばれてる音源になってるので、それはそのドルビー対応してないものなんですよ。まあ、その代わりその効果音の方は担当した矢島くんがすごい頑張ってですね、ドルビー対応を一生懸命やってましたので、そこら辺はこう楽しんでいただければと思います。その音楽動向とかではなくて、そのゲームをやってみんながそのすごくこうワクワクしたりとかしてくれると、やっぱりその制作者冥利に尽きるような感じなんですよ。特にこのゲームに関してはその今までの FF とだいぶこう変わって、そのアクティブバトルであったりとか、まあ、そのシームレスにどんどんつながってきますよね。そういった意味ではすごく意欲作だと思うんですよ。なのでそこがもしも楽しんでいただければ嬉しいなと思いますね。キーワード的に言うとその驚きであったり冒険であったり、
その未知なるものへのそのドキドキ感みたいなものじゃないかと思います。